アストリッド・キルヒャーはドイツの写真家。ビートルズのレコードデビュー前のハンブルク巡業から深い信仰があり、ビートルズの公式写真家として知られる。1938年5月20日、アストリッド・ゾフィール・イーゼ・キルヒャーはドイツのハンブルクで生まれた。フォード・モーター・カンパニー社員の父親エミールと母親のニールサとの間の一人娘である。 第二次世界大戦中は母親と親族と共にバルト海のシャーボイツ村に避難した。父親は戦場に赴き、終戦後に復員した。1952年14歳の時にハウプトシューレに入学し、1953年の卒業後、マイスタシューレに進学する受験資格を得るために2年間防止点の見習いとして働く。 2年後の1956年にマイスタシューレの入学試験に合格し、ファッションデザイン科に進学した。写真の授業の時、写真家の客員教授であるラインハルト・ボルフが、キルヒャーの写真家としての才能を見出す。ボルフとの出会いにより、1957年にファッションデザイン科から写真家へとコースを切り替え、ボルフのアシスタントとして働いた。 1960年にマイスタシューレを卒業。1960年、マイスタシューレ在学中からの恋人、クラウス・フォアマンに誘われ、ハンブルクのレーパー・バーンにある、カイザー・ケラー・クラブを訪れる。その時、初めてビートルズの演奏を見る。この出会いから、プロの写真家として、ビートルズの写真を撮り始めるようになり、グループのベース奏者であるスチュアート・サト・クリフと恋に落ちる。 コアマンは別以後も二人と友情を保った。キルヒャーはサトクリフの髪型を当時ハンブルクのアーティストの間で流行していた前髪を下ろしたスタイルに変え、この髪型は後にビートルズカットと呼ばれるようになる。初期のユニフォームの襟なしジャケットもキルヒャーの影響である。1950年代後半から1960年代前半にキルヒャーと美術学校の友人や 芸術家やたちは、フランスの実存主義運動に関わっており、周囲の人たちは、エキシースと呼んでいた。1961年、サト・クリフは、画家の道に進むことを決意し、ビートルズを脱退し、ハンブルクに滞在したが、1962年4月10日に、脳出血により死去した。2010年に、スチュアートは、今も、私の最愛の人ですとキルヒャーは語っている。 サトクリフ死去後、同年5月にサトクリフのアトリエでジョン・レノンとジョージ・ハリソンの写真を撮る。その撮影方法は1963年のアルバムミズ・ザ・ビートルズのカバー写真に影響を与えた。その後は写真家として復帰し、1964年に恩師・ボルフの友人である写真家・マックス・シェーラーに協力してドイツの雑誌シュテルンで映画 ハードデイズナイトの舞台裏を撮影した。契約書を交わしていたにもかかわらず、報酬を受け取ることはなかった。1967年にはイギリス人のミュージシャンのギブソン・ケンプと結婚。1968年、ハリソンの不思議の壁のカバー写真を撮影した。1960年代は女性が写真家として認められることがとても困難な時代であった。 キルヒャーは、プロとしての写真を撮るのをやめ、1970年代と1980年代には、主婦として、またインテリアデザイナーなどの様々な仕事をした。1974年にケンプと離婚、その後に、ドイツの実業家と再婚したが離婚している。1988年、友人のウルフ・クルーガーと共に、ハンブルグに、写真店兼代理店エージェンシー、K&K をオープン。 数々の作品と本の展覧会を開催した。1994年3月10日、映画、バックビートの日本公開と自身の展覧会、もう一人のビートルズ展スチュアートアストレッドのプロモーションのため、サトクリフの妹ポーリーンと共に初来日している。2001年7月、イギリスのリバプールで、キルヒャーの写真展が開催された。2020年5月12日、 ドイツのハンブルクで死去。ありがとうございます。